静止画かと思いましたか？違うんです。本日はピスタチオの伊地知さんと一緒に YouTube 撮りたいなと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。お願いします。どうも、お呼びいただきありがとうございます。すいません、ひょんなちょっとね、出会えるきっかけがありまして、はい、今回 YouTube をということなんですけど、はい、企画内容は私分かっておりますよ。あら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 、なんかあの持ち込みで、はい、みんな台本らしくて、とんでもとんでもない、もう勘弁してください、ほんとに勘弁してちょ、なるほどなるほど。誰発信できるんですか？そしたらじゃあ進めさせていただきます。はい、お願いします。はい、どうぞ。今回、葉山さんのチャンネルで初のコラボということで、はい、トーク企画をやってきました。ありがとうございます。最初の方はちょっと柔らかめから、はい、だんだんちょっときつめになってくると思いますので。はい、デート代は男子が出すべき論争です。なるほど。なんかやってましたよね。それ僕ね、実は知らない方も多いと思うんですけど、もともと夜のお店とかで歌舞伎町で昔芸能をやりつつ、まあ、ホストの方をやってたっていうこともあって、はい、YouTube で恋愛系のことを発信したりとか、はいはい、まあ、恋愛系の婚活イベントとか講演会とかやらせてもらったりとか、はい、TikTok でもそういうの発信したりとかっていうのをしてるっていうのをまず言ってこないと、ね、なんでピスタチオもお前偉そうに恋愛語ることになっちゃうの、ね、確かに。でもこれって女性側と男性側がまさに分かれる意見かもしれないですもんね。いや、そうですね。ただでもちょっと私の確かに女の子です。感覚は違うから。私男性のことで大丈夫です。デート代は、はい、私おごりたいタイプ。あ、おごりたいタイプ。はい、なんかおごられんの何様やねんみたいな。ああ、彼氏じゃないから、はい。それは年齢が自分より上とかした関係なしに、はい、おさんが出したいっていう感じですか。標的だったの。あ、自分が狙ってる人、狙ってる人だったら出すんですか？出します。なるほど。なんか私はあなたのことを、金額じゃないんですか、はい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 、どっちか抑えてもらったことに対してありがとうっていう、はい、あれこれなんかダメを作れそうだな、これなんか年齢はいくつでした？僕39です。そうですよね、はい、なんか私ら世代って、はい、上下関係というか、はい、縦社会みたいな、あ、まあまあまあ、おごるみたいな、まあそうですね、その世界はあります、はい、それもちょっとありすぎたので、はいはいはい、年下の男の子にまずおごられるのは論外。論外。ちょっと古い考えで、はいはいはい、男性におごられるのが当たり前とか、はいはい、男尊女卑もありますけど、はいはい、今って女性もこう、そうですね、もう対等、もう対等、なんなら女性の強いぐらいのね、あれですよ。女社長も売り出してる子たちもたくさんいる中で、はい、なんでそれで男性だけが払わなきゃいけないって風潮だけ残ってんだろうと思ってるんで、はい、なんか払われると俺のもんやとみたいな。ああちょっとマウント捉えたみたいでね、わかるわかります、それわかりますよ。主導権握らせたくない。僕も基本的には一緒に二人で行ったら払いたいタイプなんですよ。なんで払うかっていうと、やっぱりその例えば一緒に行って俺がうわー早く抱きてーなーみたいな感じで行くとするじゃないですか。今日無理じゃんみたいな、しかもすげえなんか来られて説教されて、あいつマジねえわみたいな、今日一日超つまんなかったなったらします、例えば、はい、したとしてもここで払わなかったら自分自身がダサくなるような感じしちゃうんですよ。ああ、いいですね。なんかその、明日以降、俺は昨日払わなかったなっていうことで、なんか男として落ちた感じがしちゃうんですよ。ああ。だからその自分のを下げたくないから払うみたいなのもありますよ。自分を嫌いになりたくないからって。まあ、払ったけど無難かなみたいなのもちょっとあるんですよ。うん。葉山さんみたいなタイプでも、払うように見せたら嫌な気はしないと。まあ、この男性はそういうふうに今、払ってくれるんだな。しかも払った上で、別に孫のところなくて、別に普通な感じで、今日ありがとねって言って終わればいいわけじゃないですか。はい。だから僕の中ではどっちの人にも好印象を与えられるから、とりあえず払っとけよっていうタイプです。結構モテたいなら払った方がいいんじゃないって思っちゃうタイプです。あ、それは間違いないか。無難というか、その5000とか1万とか2万とかをケチったことによりその今後付き合えるかもしれないのを逃すなよって思っちゃうだけですよ。あ、そうです。もうでも俺そんな女性で逆に会計済ましておいたからみたいな人出会ったことないですよね。かっこいいですね。そしたら次のトークテーマに行きたいと思います。はいはい、先ほど男尊女卑の話が出ましたが、はいはいはい、次はそれに関しての内容です。お、なるほど。世間が言う男女平等とは？あ、難しい。平等とは？何がもって平等なのか。そうですね。これも私ちょっとおごって焼きたい精神が加速した一つのなんかエピソードなんですけど、社長同士の懇親会みたいなのがあって、女社長4人くらいに対して男性10人くらい。
会食があったんですよ、はい、最後の方で、うん、女の子たちは払わなくていいからって入ったんですよ。あらみんな社の長として来てるプランよねみたいな、はいはい、なんかビジネスのつながりに来てるのに、はい、女の子は何、はい、ってなって、はい、でしかも他の3人はえ、いいですかってなった、うんうん、いや、お前らなと思って、ね、いつまでも社長に女が行くねん。確かに、ね、いや私は払いますって言って払ったんですけど、うん、はい、可愛げないなみたいな感じで。ああ でも多分今の感じで言うと、多分その社長たちはあの多分女の子って言ってるから、まあ、ちょっとはまあ下には見てますね。でも一応丁寧には言ってるから、多分女性としてこれ扱ってあげた方が、まあ、その喜ばれるのかって思ったと思うんですけど、はい、それが逆に感じ触ったみたいなことですね。合コンじゃねえぞ。確かに。お前抱こうとしてるんかいって。私は、やることに、その好意をいたすことに、賛同しておりませんでしたみたいな、後から来るやつ。はいはい。何を言うてんの。いや、俺もそれはマッチで思います。私、本当にあの、これ言うけど、全然レイプされたことある。それは本当に、拉致されるの。はい、出されの山裸で捨てられるの、それこそ確かに賛同してない、はい、事件ですか。事件じゃないですか。それは事件ですから、はい、一緒にその場に行って二人きりで出したのに、はい、それを賛同してなかった。後から言うのずるい。いや、ずるいですし、それで言ったら、はい、もうまあ昔若かりし頃ですよ、はい、やり捨てされてないでおいていっぱいいますから、逆に逆にそれじゃ、いや、そのモテとかじゃないですよ。そういうことじゃなくて、その今の言うとのは語弊があってね、これ調子乗ってるってなるんですけど、そういうことじゃなくて、芸人として、まあ、テレビにバッと出させてもらった時に、本当に港区とか、六本木とかで、毎日のように飲んでた時期があったわけですよ。その時にまあ、男女含めてもう20人、30人とか、大勢飲んでて、僕は毎回そういうの飲んでるっていうのを、キャバ嬢の子だったりとか、その港区女子って言われる子たちが、まあ知ってるわけですよね。はい、もう LINE のもう結構、流出してたので、深夜の2時とか、3時ぐらい、はいはい。普通この時間に、今飲んでるとか何してるって、もう、いけないじゃないですか。基本的にその、やりもくじゃないですか、その、ライブ自体が。で、僕の関してはやりもくじゃないです。はい、で、それを連絡することによって、もう、行く場所ないなと。もう1軒目、2軒目、本命に嫌われたのかわかんないけど、はい、もうとりあえずもう飲みたいと。いう人が連絡が来ました、女性から。行ったら、僕はもう身が知れてるんで、危ないことはしないって思われてるんですね。はい、だから、安心感はある。はいはい、しかも、まあ、その、社長がいたりとか、見ながら僕払いますし、まあ、お金は絶対に1円もかからないと、まず。それで、来ます。でも、なんなら芸人は絶対いるし、最低限。もしかしたら、アイドルの子とか、俳優とか、ミュージシャンもいる時もあると。だって、ワンチャン、それで一日に連絡しとけば、今日なんかあるぞと。言われそう、言う感じで、まあ、来るんですよ、本当に、女性陣が。本当に、どんどん増えてって、女性陣が。最終的に僕一人みたいな。かわいい。もしなんかね、運がコロコロコロと回ってね、僕が今日そういうことありましたみたいな日は、あ、昨日なんかあの子、なんか仲良かったなみたいな、連絡してみようと思ったら、あれ連絡帰ってこないのみたいな、え、下手だったかなみたいな。だそれぐらい考えたら、女性がやり捨てされたみたいな言ってますけど、いや、男性もあるよと。それは男女平等なのに、嘆くの女の子ばっかりになったら、自分が立場が弱い時になったら、私女性だから言う人がいるからっていうのもありますよ、その亡くならない理由としては。もちろんさっきみたいに男性側がこうマウントを取ってくるから亡くならないっていうパターンもありますけど、でもそこにやっぱあやかろうとしたんですよ。そうですね、あ、いいんですかみたいな、その私は女側にいるんだよ。そっちがムカつくんですね。お前らのせいで日本が変わらないんだと。そうそう、政治家だったらどうですかね。好きな人を落とすときに使う技。いやいや難しいって姉さん。1対1で口説くとかっていうのも、例えばこうあるときに、僕は基本的にこの子と喋ってても、はい、この子に疲れるためにこっちの子に疲れようと思います。空気を読むというか、ああ全体の顔も。結局女性とかは後で話すんですよ、あいつどうだったかとか、周りに意見を聞くじゃないですか。その日のお持ち帰りしね、その日に何でもなればいいと思いますよ、例えば。その日に、俺のこと大好きだってさせられれば、周りの意見なんて関係ないってなるんで、ここまでの腕とね、ルックスがあればいいですけど、好きでは思われなくてもいいですけど、あの人本当なんか空気持ちだねとか、いい人だったねとか、楽しかったねって思われとけばいいわけじゃないですか。でもあの人って、私を狙ってたなってもなるわけですか、はい。そこにちょっと優越感というか、はい、なんか女性としての、このなんか、勝ったみたいなのが与えられるわけじゃないですか。はい、でグループラインを作るにしても、LINE を交換するにしても、こことしか知らないですよ。グループ LINE が作ったとして、グループ LINE 内で連絡しても、はい、個人的には絶対に同じグループでは一人続けるんですよ。連絡取るのが、はいはい。そうすることによって、そんな周りがいいって言ってる人、私に来てくれたが、一個付加価値として乗ると思ってるんで、大成功。そういうやり方を僕はするんです。
私本当に彼氏が自分だけに優しくしてほしいのか分かんない。はい、連れてて恥ずかしかったんですよ。ここにだけどっか行けよみたいな。何なんだろう、はいはい、じゃないですか、はい、自分の横にいる人がその誰にでも気配りできる人って素晴らしい。はいはい、すごい。先ほどテクニックを教えてもらったので、はい、次は出会いに関してです、はいはい、まあ、社会人になるとどうしても職場での出会いが増えてくると思うんですけど、はいはい、職場恋愛はありですかなしですか。なんかどの立ち位置かに。そうですね、例えば上司だった時に後輩のこと好きになったとかなってくると、それだけでパワハラみたいなことあるじゃないですか。だからね、いやそれ恋愛できないじゃん。僕もだからまあ芸人っていう特殊な世界にいるんで、限られてコミュニティの中で恋愛っていうことがあんまりないから、直接的にはわからないですけど、今のその会社の人難しいよなって思うけど、でも僕はありだと思っちゃってるんですけど、職場恋愛って職場恋愛があるというか、出会う人を全員そういう目に見るの僕は。今は奥さんがいるからあれですけど、奥さんいない時は全員そういう目に見るの。分かりました、分かりました。職場恋愛どうですか。私は経験もあります。あ、あるんですね。はい、クラブ長だったのに、はいはいはい、ボーイとおおおおってなりましたけど、でもそういうとこしか出会いがなかったんで、はいはいはい、仕事をちゃんとこなしていけば、はい、出会う人出会う人、そういう風にね、もうパワハラとか時代錯誤だって言われちゃうかもしれないけど、そういう風に見ていかないと、もう出会いなんてなくなっちゃうじゃないですか。なくなりますよね。だから僕よく言うのが、この電車で隣の席に座った人とか、タクシーの運転手もそうですし、もちろん今日だったらもう早間さんもちろんそうですし、僕プリンだからね、そういう時 もうカメラマンさんとかみんなそうですし、そういうのも出会いだなとか、あの人可愛いなとか、あの人かっこいいなっていう風に見ていかないと、ないんですよ。それだし、かっこいいなとか可愛いなと思ったら、その時点でその恋だと思っていいと思うんですよ。恋のスタートだと。そうですね。そのくらいの方がやっぱ面白くないですか。楽しくなって。そうですよ。明日死ぬかも。付き合った後の問題です。はいはいはい。浮気はどこか。浮気のボーダーラインについてです。まあ、わかりました。俺はまあもちろんね、不倫とか浮気良くないと思いますよ。でも、一夫多妻制の国もあるわけですし、人の考えによっては別に認めてる人もいると思うんですよ。だから何がこれ悪かっていうのは、パートナーね、はい、パートナーが嫌だって思うことをしたっていうことが僕は悪だと思ってるんですよ。だからそのパートナーが例えば、あの浮気とかしてきても、お金さえ入れてくればいいよっていう、もしパートナーだとしたら、俺は OK だと思うんですよ。手も繋がないで、LINE もしたらもうダメっていうのを分かってて、するっていうのは、この人を選んだのが僕のわけです。だから選んでるわけだから、それを納得して結婚したんだとしたら、それをやったのが間違いだよねって思ってるんで、その人というかその過程によっての浮気の境目って僕は変わってくると思うんで、私も違うと、はい、一概にこれだっていうのは言えないと思ってます。好きっていうこのマックスの感じって10年20年続かないんですよ。まあまあね、はい、特に女性は例えば私は産んでないんですけど、子供が言いますよね、よくね、育児するってなってきたら、うん、性的なもののストレスを解消してあげることができなくなる可能性があるんですよ、はい、だからなんかそうなった時は、まあ、私は公認したって、ただ子供がいるんだから、うん、父親としては帰ってきてる、はいはいはい、性欲は満たしたれへんからごめんけど外でお願いするみたいな。なるほどね、タイプなんで、こういうタイプだったら別にそういうことあってもそうそうそう最悪日で OK だと思うんですね。その別に認めてるわけですから。僕は悪なのはやっぱその自分の愛する人が嫌だっていうことをしたっていうことだと思うんですよね。そうです。浮気が良くないとか不倫が良くないとかじゃなくて、最初の段階そうですね。何となくだからもう相手を見極めていけば、この子がそういうのが嫌かどうかっていうのはなんか分かってくるわけじゃないですか。そうです。だったらもうそれを分かった上で付き合うたり、まあ、むしろ結婚なんかはしなきゃいけないと思いますよね。ちなみに分かった状態で分かった状態かもね。だからもう僕は本当に遊べないですよ今。でもまあありがたいことに、まあまあ人並み以上ぐらい遊んで今があるので、本当にでも今はこんな人って変わるんだって思うぐらい言われます。だからそういうのがないと多分本当にあのおかしなことで、あの手つないでキスしたりしないでねって言って、うん分かったっつって浮気したでしょ、うんうんエッチはしてるけどキスはしないよみたいなのになります。エッチ中僕キスしなかったら我慢してよみたいな、そういうことないね、ことになっちゃいますんで。まあ、結婚されたばかりの伊地知さんは縁がないかもしれませんが、なんですか、はい、パパ活女子についてどう思うか、むしろ会ったことってあったりしますか。でもあれってごめんなさいね、なんか言葉を変えて炎上ですよ。いやでも完全に炎上です。ちょっと炎上交際がもう世間体的にもう悪だと、完全な悪で響きが悪いから家を変えたっていうだけの話で、炎上交際ですよ。完全に炎上交際なんで。
そのもちろんね、女性もがもういけないですよ、もちろん、はい、女性もいけないと思うけども、でもやっぱりそれこそ10代の子の1万円と40代50代の人の1万円って価値が違うと思うんですよ。それにあやかろうとしてというか、ちらつかしてやっぱ行くって、そのこっちが良くないですけどね、絶対男側はね。でもそれは取り締まるとね、女性側からしたら私の食い物どうするんだと、やめてくれよっていう人が現れるから、もちろんその人たちの中ではお互いウィンウィンの関係は築けてると思うけど、例えばおっさんが女子高生をね、それの金でこう一晩共にしましたって、そしたら被害者女性な感じするけど、これめっちゃ長期的にじゃあ1億男性払ってましたってなったら、男性被害者になりますよね。どこなんだそのラインはね。何時目から男性被害者になるんだこれ。どっちも加害者だよ。そうね。どっちも加害者意識で言ってほしい。そう。本当にこんなことで元も子もないけど、しっかり教育してくれた話だよ、親。すいません、ご協力とんでもないです。ありがとうございます。なんかちょっと新しい価値観が早めに生まれましたということで、本日はゲストピスタチオのイニシさんでございました。ありがとうございます。TikTok とかも一緒に撮らせていただきますんで、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいということで、本日の動画は以上でございます。また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ、はい。願望はリスキー。 I don't